もう限界です。皆様大変お待たせしております。チョボガのついに限界を超え新たなステップへ階段を上ったお話でございます。まあ別に話じゃないんですけれども、でん iPhone X と書いて iPhone X 買いました。この iPhone X に僕の本枠が入ってます。クラロワ 4G の環境でいつでもこうねクラロワできるんですよ。電車を待っている時、友達を待っている時、寝る前に、まあそんな感じで、まあ永遠にねクラロワができるわけですよ。ただ今までの問題がございました。キヨキヨの無課金レジェンド道、無課金レジェンド道っていうね、まあそのコーナーがあるんですよ、僕の動画の中で。その動画はまさかのまさか、耳を疑うな、1ヶ月に1回か2回ぐらいしか更新されない伝説の企画なんですよ。ありがとうございます。やだやだ、伝説の企画とか言ったらちょっとねなんかかっこよく聞こえますけど、言うたらサボってるわけで、なんでサボってるのかって言ったら、僕は iPad に無課金レジェンド道のアカウントが入ってるんで、僕はねその電車の移動時間とかね結構クラロワすることが多いんで、そういう時に iPad を持ち歩くわけにはいかないわけですよ。まあ重いしかさばるし、だから僕は無課金レジェンド道をあんまりプレイできてなかった。ただついにこの iPhone X を購入したことによって、こちらドゥドゥン iPhone 7 Plus、 これが今ね入ってるんですけど、これポンって出てると思うんですけど、これがフリーになりました。ということはよ、まあこれ別に 4G 入ってないんで、テザリングとかでまあ Wi-Fi 拾ってやるしかないんですけど、ということはいつでもどこでも無課金レジェンド動画遊べます。あざこれは大革命。そのさ、その電車でだから、要はこういうことになる、電車でこういうことだよね。まあまあこれはポケット入れておきながらテザリングでこれで一応クラロワするみたいな、そういうことができるんで、キヨキヨ選手ガチで無課金レジェンド動画再開します。あさん。いやこれね、やっぱその僕の視聴者さんにも、その本当に今僕の今トロフィーがね2134なんですけど、そういうあのちょうどこれぐらい2000とか3000ぐらいの方が結構多い印象なんですよね、僕の的には。だからねこれで皆様とはもっとクラロワ楽しめるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで無駄話はそこまでにして、今ウエスト98センチの回に入ってます、キヨキヨのサブ。今僕ねその最近もうほんと iPhone X を3日前ぐらいにゲットしたんで、そのまだねこちら無課金レジェンド道の方もそんなやれてないんですよ。だからクエストとかも結構溜まってるんですよ。ほら金の宝箱とかですけど、スーパー魔法の宝箱とかゲットできればなというふうに思っております。ということで今日は無課金レジェンド道をやっていきたいと思います。僕はジャイバルーンに命を捧げようかなと思います。結構僕ねなんかジャイ好きなんですよね。なんかこうかっこいいとかさ、ちょっとかっこいいんだけどよく見ると可愛い、そういうねちょっと愛嬌のあるキャラクターなんで、今日はこちら無課金レジェンドでジャイバルーンでいきたいと思います。ちょっとまあなんか新しいカードを使う必要は特にないかなと思います。これあバレルとかもいいですね。バレルとか使いたいですけど、まあとりあえずこれで今日はいきたいと思います。2134、僕の最多トロフィーでございます。最多トロフィー集中してます。僕のタワーレベルは6でございます。相手は8だが、僕は無課金レジェンド道で数々の格上を倒してきた、そこにだけは自信がある、よろしく。よし、行きたいと思います。もうねほんとね、もう格上とか言ってるんですからね、この業界エリクサーをたくさん有効活用した方が勝ち、よろしく。おっとなるほどね。ちょっとこれ嫌っすね。これガゴバルでいきます。ガゴバルでちょっとこれ嫌なんで、さあこのちょっとこのナイトは腐る形ですが、さあでもベビードラゴンってそんな攻撃力ないんで、うわっ、てかウルトラレア、なんかこのトロタイだとウルトラレア持ってるだけなんかすげえかっこよく見えますねなんかやべえこの人本物だみたいな感じになりつつある。さあこれはザップ使ってくるか、ザップは使ってこない。さあナイトアチャにさあジャイアチャでいきます。さあここでうわなんかファンキーだな、ファンキーこれ範囲攻撃嫌だ、でもジャイパンチジャイ頑張れ、ジャイ殴れ、そうそしてさあ追従させていく。さあいいよジャイアンとかさ強い、やっぱりこのたくましい、もうほんと好きよよしいいぞよし頑張れよいしょやったさあこれ一回無視してセパレートアーチャー。いやほんとねこれね無課金レジェンド道やってると、もうほんと無課金でやってる方すげえと思いますね。なんかその無課金でなんかこう4000とか言ってる方たくさんいるじゃないですか。もう変態ですよ、もう変態認定します僕が僕の別に変態認定は名誉なことではないんですけれども。さてこれはちょっとおつらいんで、こっちナイトで引っ張って、さあマジか、これマジか。さあこれ大砲で受けて、
うん、ちょっと一回守ります、一回守ります、一回守って、さあさあさあ、やっぱ残り1分、守るが勝ち説はあるんですが、ただこのジャイ、このガゴを生き延ばしたい。さあいいぞ、よし、こっから後ろから展開していきますよ。よし、いいぞ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 、もうなんかこの位置ファンキーじゃない。うわ、うまっ、うまいな、なかなかうまいな、なかなかうまい、よろしく。さあ、このね、あ、ハイスピがね、結構ね、うじゃうじゃめんどくさいんですよね。相手ザップ持ってないんで、これでちゃんと守っていければ勝ち説が、勝ち説あるぞ。うん、マジか、このタイミングでバレる、このタイミングでバレル飛んできた。さあさあ、ここでバルーンを、バルーンが、バルーン出せないか、バルーン、さあバルーン行ってこい、バルーン行ってこい、さあバルーン、さあここのバルーンを止められないんじゃないか、相手は。さあ一回、あ、いいじゃん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 、よし、入った、一回入った、一回入った。さあこっから残り10秒、守れば勝ち、守れば勝ち、守んなかったら負け。よし、ここはザップで止める、ドン、ナイスゲーム。ちょっと見直してくれたんじゃない、まあ別にそんなことねえよって言われちゃうんでね。よっしゃ、よっしゃ、来た、2163、最多最多だ。もう一回行きたいと思います。よし、2163でございます。それではいいと思います。よし、これ勝てば、あ、でも37上がることはないか、次勝てば2200に王手をかけられる状態になるんで、これでいきたいと思います。ポチン、よし、行くぞ、よろしくザウルス。よっしゃ、来た来た、キヨキヨのサブ赤ちゃん、よろしくさ、よろしくをたくさん、なんかよろしくってさ、おお、同格だ、よろしくをたくさん打っちゃいますね、最近。なんか、よろ、なんか、ホレーって打つよ、ホレーってさ、結構なんか僕ね、知り合いにしか打てないんですよ、なんかこう、なんか嫌な気持ちになるじゃないですか、なんか、いやいや、そのさ、僕もね、意識的に最近ホレーを使うようにしてるんですよ。なぜならば、そのホレーっていうのは、もう、あの、皆が使えるもので、その、逆に使わないと相手に失礼になるんじゃないかと。なんかこう、煽りだとか言ってさ、こう使わずしていたらクラロワをもっと楽しめないんじゃないかなと僕思ってしまったわけでなんですよね。さて、うーん、なので最近意識的にホレイを使うようにしてるんですけれども、なかなか使い慣れない。よろしく。さあ、これは結構入っとるな、入ってますね、入ってますね。でも結構最近よく使うスタンプが怒りマーク、ヒヒヒヒ、よろしくですね、で、あ、で、ありがとうみたいな、うん、ありがとう、グッドゲームもまあ使いますね。やるなとかね、相手が、これもう、もう完全に煽りですけど、もう相手がよ、相手が、あの、いきなり、ザップをね、例えばここら辺に打っちゃった、ここら辺に打っちゃったら、うん、まさかみたいな。これも煽りですから、完全に煽り。やっぱね、やっぱその、クラロワを十分に楽しむには、やっぱこう、ちゃんとスタンプを有効活用していくことが、いい有用だと思います。よろしく。さあ、まあね、でもね、煽りは良くないと思いますけどね、僕は。まあでも僕はあのドズルさんと戦うときめっちゃホレー使いますけどね。めっちゃホレー使う。あと友達とやるときもう永遠にホレーしてますよ。あの友達とかクラメントやるときも永遠にホレー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 、まさかホレー、あ、やべ、これもう他の人だからね。永遠にまさかとホレーしてますからね。さあさあさあ、まあそういうのが面白いですよね。さて、これは守りたい、これは、よっしゃ、来た、うっしゃじゃねえよ、うっしゃじゃない、やっぱ落とされる説、まあまあまあ甘んじて受けれるタイプのやつでいこう。よし、これナイトバルーンが結局強かったりするんですよね、結局ね、ナイトバルーン、そして角出しジャイアントを添えて、角出しジャイアント、これもうこれ角出しジャイアント添えてるんで、もうこれも勝ちよ、勝ちさ、ザップで止める、ドン、うーん、これきついか、ジャイパンチ入れ、よしよしよし、でこれ巻き込みダメージ、この爆弾でドン、あ、気持ちいい、気持ちいい気持ちいい、いいよいいよ。さあ、これちょっと大砲で、うわ、やべ、マジかマジかマジか、これファンキーじゃない、これファンキーモンキーベイビーズ、ファンキーモンキーベイビーズ、ベイビーズどっちだよ、まあちょっと待って、これはまずい。さあ、オッケー、これ勝ちだ、勝ちだ、勝ちだ、勝って男を見せる。さあ、ここで角出しジャイアントで早めに破壊、そして、うーん、ボスコン、さあどうだ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 、落下ダメ入れ、落下ダメ入れ、落下ダメ入れ、入らんのかい、入らんのかい、やべ、めっちゃ来た、めっちゃ来たぞ、めっちゃ来た。さあ、ジャイアント来るでしょ、どうせジャイアント来るでしょ、ジャイアント来るでしょ、どうせジャイアント来るんだろう。よしよし、これもうオッケー、もうバルーン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 、ちょっと待って、オッケーオッケー、オケマル、これ圧倒的オケマル、圧倒的オケマルテクノロジー、オケマルテクノロジーズアップ、さあ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 、行け行け、うん、はい、はい、行け行け、あー、くそ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 、ジャイアントジャイアントジャイアント、ドン、あ、落とした、最多、え、33ってめっちゃもらえるじゃん、めっちゃもらえるじゃん、ほら、センキュー、センキュー、
うわ待ってこれクエスト、おっしゃこれ、これでちょっとマジでこれでキヨキヨ選手ちょっとねトロ上げしたいですね。であとやっぱその僕が重要なのが新しい端末になったことでそのクエストとかを毎日こうできるようになるじゃないですか。そうするともう無限にもう無限にカードゲットしてマジで無課金でねレジェンド頑張りたいと思います。結構長いことやってるんですよ僕もね、無課金レジェンド長いことやっちゃってるんで早くレジェンド行ってドヤ顔したいなという思います。まだチャンネル登録お済みでない方ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますと生放送だったりとか最新の動画の通知がいて見やすくなるかと思いますのでぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちしております。そしてこちら無課金レジェンドの動画2個貼っておきますのでまだ見てない方ぜひともチェックしてみてください。ちょっとねガショーあるしょ。